Please watch my interviews with Japanese people. こんにちは。ジャンボ。ハロー。マガンダハポン。わあ、デラママナババババ。そうですね。私はジョン・マスンガ。マスンガ・ジョン。YouTuber です。今日はですね、新橋駅の方にいます。で、新橋駅というの と言えば、すぐ頭に来るは何ですか？今日は見せてあげます。一応これが新橋駅です。新橋駅ですね。で、新橋駅というと何ですか？何があるんですか？すぐわかる、あのすぐ頭にすぐわかること、新橋駅の方は何ですか？ SL です。これです。 SL SL、これが SL です。昔の電車、これが SL です。これが SL です。ん？ SL。 で、今日はあの新橋駅で、なんでこの SL 新橋駅にありますか？なんで？それは多分いろんな知らない人結構いっぱいいる。で、今日は後で理由聞いてみたい。So today I'm at 新橋 station. So if you talk about 新橋 in Tokyo, it's SL, the old trains. But I want to know why is this here and not other stations? Why 新橋？なんでこれ新橋にある？ So come with me. I'm going to ask why is SL. すいません、私は YouTuber マスンガジョンなんですけど、ですね、外は SL があるんですね。なんで SL は新橋駅の方にある？それか、あのとりあえず SL の意味は何ですか？もともとここに置かれた理由としては、新橋駅が日本で初めて電車が鉄道が通った場所になったからです。あ、そうですか。はい、新橋から今の横浜のあたりまで、一番最初にで鉄道が敷かれた場所になってて、その鉄道が開業して100周年記念として、一番最初に置かれた、作られた新橋駅に SL を置くという形になりました。あ、そうですか。じゃあ日本全開は新橋しかない？そうですね、他のところにも置いてるところはありますけど、こういった人が集まるところで一番目立つところに置いてあるのは多分新橋ぐらい。すいません、ありがとうございます。いつも撮ってて全然分からなくて、なんでここにあるか知らなかった。すいませんです。じゃあ私はマッスンガジョン YouTuber です。はい、教えてくれてありがとうございます。はい、どうも、すいません、ありがとうございます。 So he just explained to me why the ACL is in a 新橋 station。 今説明してもらって、なんで SL 新橋駅の方にあります。で、このビデオ見終わったら、私のチャンネルで登録してお願いします。マッスンガジョン。 I just got the answer why the SL train is displayed out of 新橋 station and not any other station. And he said it's becauseit is a history thing. When the trains started in Japan, or it started from here to, I think, Yokohama, as he said, and that's why the display of the SL train is outside there. So after watching my video, please subscribe to my channel. It's me, Masunga John.
Mkiangalia video yangu, naomba msubscribe. Ni Masunga John hapa. Kwa heli. Bye bye. Jane. Paalam. Konnichiwa. Jambo. Hello. Maganda hapo. Wa dela mama na baba. Teo desu ne. Watashi wa John Masunga. Masunga John. YouTuber です。今日はですね、新橋駅の方にいます。で、新橋駅というの、といえば、すぐ頭に来るは何ですか？今日は見せてあげます。一応これが新橋駅です。新橋駅。で、新橋駅というと何ですか？何があるんですか？すぐ分かる、あのすぐ頭にあすぐ分かること、新橋駅の方は何ですか？ SL です。これです。 SL SL、 これが SL です。昔の電車、これが SL です。これが SL です。ん SL、 で、今日はあの新橋駅で、なんでこの SL 新橋駅にありますか？なんで？それは多分いろんな知らない人結構いっぱいいる。で、今日は後で理由聞いてみたい。 So today I'm at 新橋 station. So if you talk about 新橋 in Tokyo, it's SL.The old trains. But I want to know why is this here and not other stations? Why Shinbashi? なんでこれ Shinbashi にある? So come with me. I'm going to ask why is SL. すいません、私は YouTuber マスオンガジョンなんですけど、ですね、外は SL があるんですね。なんで SL は新橋駅の方にある？それか、あのとりあえず SL の意味は何ですか？もともとここに置かれた理由としては、うん、新橋駅が日本で初めて電車が鉄道が通った場所になったからです。あ、そうですか。はい、新橋から今の横浜のあたりまで、一番最初にで、あの鉄道が敷かれた場所になってて、うん、その鉄道が開業して100周年記念として一番最初に置かれた、うん、作られた新橋駅に SL を置くという形になりました。あ、そうですか。じゃあ日本全海は新橋しかない？そうですね、まあ、他のところにも置いてるところはありますけど、うん、こういった人が集まるところで一番目立つところに置いてあるのは多分新橋ぐらい。すいません、ありがとうございます。いつも撮ってて全然分からなくて、いるなんでここにあるか知らなかった、すいませんです。いいです。私はマスンガジョン YouTuber です。はい、はい、教えてくれてありがとうございます。はい、はい、どうも、すいません、ありがとうございます。 So he just explains to me、why the ACL is in a Shinbashi station. 今説明説明してもらって、なんで SL 新橋駅の方にあります。で、このビデオ見終わったら、私のチャンネルで登録してお願いします。マスンガジョン。 I just got the answer why the SL train is displayed out of 新橋 station and not others, any other station. And he said it's becauseit is a history thing. When the trains started in Japan,
or it started from here to, I think, Yokohama, as you said, and that's why the display of the SL train is outside there. So after watching my video, please subscribe to my channel. It's me, Masunga John. Mkiangalia video yangu, naomba msubscribe. Ni Masunga John hapa. Kwa heli. Bye bye. Jane. Palam. Domo. Watashi wa John desu. Ano YouTuber Masunga John desu. Kyo wa kuma no mae eki no ho ni ite, kikku ironna densha ga atte, zenzen ni ano kono densha no namae wa wakanakute, imma ano nihonjin ni ano wakaru, ano namae wakaru na nihonjin sagashitete, de oshiete kureru. De chotto ima sono densha ano の名前教えてくれるんですか？名前は教えますよ。はい。あの電車は何ですか？せーの、チンチン電車。面白いね。全然知らなかったその名前。なんか日本でさ、あのいろんなあの例えばモノレールとかでしょ？あとスカイライナーとか新幹線とか結構いっぱいあるでしょ？これは全然わからなかった。何回も来て、荒川区にしかないんですよ。荒川区、ほら、そのインフォメーションいいね。これは？え、これは？うん、荒川区に。区にしか、荒川区にしかない。うん、あ、このチンチンだよ。そうそうそう。それはいいね。それは私に嬉しいです。全然分からなかったから。だから、それを教えてくれて嬉しいです。イエイ。一応私は、あの、マスンガジョン、YouTuber です。マスンガジョン。マスンガジョン。マスンガジョン。そうです。じゃあちょっと後で見ておきます。わかりました。じゃあありがとうございます、ね。はい、ありがとうございます。登録してね、マスンガジョン。はい、一応、英語はできますか？いや、できないですね。おー、じゃあ名前とか、あの、自分で、あの、あ、紹介するはできますか？あ、それはできます。本当？じゃあやってみ。I am 花の。花の。And? Now。Now。いいね。ありがとうございます。一応、お、これがチンチン電車ですね。Yes。おお、that is チンチン電車。You go here. I want you to be there too。So、そこにいて、チンチン電車を教えてくれた人と行った方がいいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一応これ取って、またなんか教えてくれる名前。はい、so this was チンチン電車 is they told me and this is Arakawa station. It's in Arakawa only. So please subscribe to my channel. 私のあのチャンネルでサブスクライブしてお願いします。登録してお願いします。これがチンチン電車です。熊の前の方しかないです。Okay, that's all for today. Goodbye, everyone. Ciao. Hey, hello. 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 What's your name? My name is Hinata. Hinata, and what's your name? My name is Yu. Yu. あなたたちに何年生ですか？中学生か高校生？高校3年生。高校3年生？じゃあ高校3年生だったら、これはマイクです。もし自己紹介だったら英語でできますか？頑張って。I play the trombone. Oh, you play the trombone. Trombone.自己紹介最初は名前から言ってですよね。名前から言ってその後は何とか好きなものとかできるのこととかそこからやってみて。OK、uh-huh. My name is Hinata. I like Disney. I play the trombone. Wow, very nice. Thank you. Very good. I like you. My name is you. You. Uh-huh. I play volleyball. You play volleyball? I like food, omelette. Ah, you like omelette. Omelette what?
日本語オムレツオムレツオムレツが英語です、はい、いいねいいねもうすごい頑張ってるですね Thank you じゃあ、my YouTube name is Masunga John それ Masunga John Masunga私は YouTuber Masunga John ですね今日はどのぐらい英語喋れるな日本人を探しています、はい、絶対できるでしょう、yes. じゃあ例えば自己紹介英語でどうやって自己紹介本当に分かんない本当に分かんない、うん、I'm Japanese いいね、yeah. I don't speak English、I don't speak English 今喋ってる確かに今喋ってるでしょ、uh-huh. I am Japanese, I don't speak English、uh-huh. あとはあとは I like Disney ほら、イエーイ合ってるじゃん合ってる、I like Disney それ、自身も最初から名前とか好きなこととかでしょそれは最初から言った方がいいねじゃあもう一回最初から自分の名前からで好きなことできるなこと名前聞くのはい頑張ってください My name is Tama uh-huh. あとは何だっけ uh-huh. さっき I like なんとか I like Disney uh-huh. I like Disney uh-huh. あとは uh-huh. 好きなキャラクターとか好きなキャラクターここにいる誰 I like これはプーさんだけど、I like ラプンツェル I like ラプンツェル、それ食べ物とかスポーツとかそれの方が自己紹介どんなスポーツとかどんな場所とか、ね、食べ物、uh-huh. 食べ物は I like サーモン I like サーモンいいね、uh-huh.自己紹介My name is Karin Kuni Kuni 何 My name is Kuni Hello everyone Minasan konnichiwa Maganda hapun Mwadela mamona bababa Okay It's me Masunga John here today今日ですね、ちょっと質問したいなんですけど、私の質問は日本人に外国にいた日本人にを質問したいなんですけど、Yeah, in English, you know, in my channel,、I do a lot of things. I do cooking, I do trains or driving, safety.And international relations matters. So today I met some Japanese guys here who have been to abroad for studying, right? Yeah, yeah. You went for studying. Okay, so I will ask them some questions, all right? So I'll start one by one, okay? Yeah. All right, so what's your name? Tomoya. Tomoya. Tomoya, and what's your name? I'm Madoka. Madoka, and I'm Kite.You are? I'm Kite. Hi. Okay, so I will start with Tomoya, right? So Tomoya, where have you been? Which countries have you been to? Los Angeles, Brazil, Philippines, Australia, Thailand. Wow. Yeah, that's a lot of.Countries, so many countries. So, what country did you go the first? What was your first country to? Guam, in America. Guam. Okay. And what was your last country to visit? Philippines. Hawaii. 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 Okay. So, anyway, you have been to so many countries. Yes. Which country do you think?You wanna visit again? All of them. Of course, all of them. Visit again. Want to visit again. But especially is I want to visit Philippines. Oh, you want to visit Philippines? Because I went to Philippines. I went to there to study English.
and make a lot of friends. Yeah. So when I came to Japan, I'm so sad. Yes. So okay, Philippines. The Philippines is big. So which places did you visit in the Philippines? Cebu Island. Okay. So what did you go to do in Cebu Island? Study English. Studying English. Okay. For how long did you stay in Cebu? 1 month. 4 months. For 1 month. So what's the name of the college or school? South Peak. Okay. It's famous for strict teacher and regulation. Oh, so it's a very strict school. The teachers there are good. Very good. Cute. Okay. Yes. So, did you make many friends in Cebu? Yes. So. Okay. So, what did you like the most in Cebu? The sea. Okay. The sea in Cebu is beautiful. Good. Nature is good. Okay. And people who live in there so warm welcome. Okay. To Japanese, yes. They are welcoming people. Yes. Okay. Yes. All right, so do you have anything like very interesting thing you want to tell us in the countries you went? Anything, I mean the best memory in all the countries you visited? Hawaii. Most interesting. Yeah. Other country. Yeah. Except for Cebu. Yeah. Apart from Cebu. Yeah. I especially like Hawaii. Hawaii. It has mountain and sea. Both of them are enjoyable. Okay. Yeah. They are all enjoyable. All right. So, what's your favorite Philippine food? I'm sorry, I forget. Forget the name. Name of food. Is it adobo? Adobo. Maybe eaten. Maybe. Is it meat or fish? Adobo. No. Your favorite Philippine food? Meat. Meat? Yes. Probably. Okay. All right. Very good. So, do you have any message you want to say? Any message? I mean, to Japanese people or to foreigners? Because this video is going to be watched by many people from the Philippines, from Thailand, from Brazil, all the countries you have been to. If coronavirus ended, I wanna go again there. I went to. Oh, you want to visit? Yes. Again. Yeah, again. Okay. All right. So I welcome you to Tanzania. You know I'm from Tanzania. Yes. Visit Tanzania also. Okay. Please visit Tanzania too. Okay. Yes. All right. Okay, thank you very much, Tomoe. Thank you. Tomoya. All right, so let me ask one other guy. Hello, what's your name? I'm Kaito. One more time? I'm Kaito. Kaito. So, Kaito. Wow, okay. So, which countries have you been to? I went Brazil and America and Singapore and Taiwan. Wow, so many countries. Okay, so for example, in America, what did you
do there? What was your purpose of your visit to America? America, my study abroad. Yeah. I went to. I went to study English. Okay. All right. So America is big. So, which places did you visit? I mean, where did you go in America? In America, I went at first Portland and Los Angeles, yes, and New York and Seattle. Yeah. And then I went to Canada. You went to Canada? Yes. Wow. Vancouver. Yeah. Okay. So among the places you visited in America, what is your favorite? Number one, the best place you visited in America. America. I amazed. Yeah. You were amazed. I was amazed. Thing is, Uber is so easy. Uber is not half Japan. Not like Japan. Yeah, and not half Japan. So Uber. Uber like taxi? Yes. Okay. Taxi, but Uber don't have Japan, so in America I'm amazed. You were amazed by the Uber service? Uber service? Oh, by the way, do you know Uber service? Yes, yes. Okay. Easy to catch. Yeah. And so very useful. Very useful. Yes. Okay. All right. So. And the chip. Oh, and chip. Yeah. Oh. And chip. Really? Share ride. Yeah. Share ride is so cheap. So how many how many people can share? About one. How many people can share in one? Yeah. Uber. Three or four people. Okay. And you don't have to be friends. Do you have to be friends or? Even if he's not a friend, you can share, right? Tomodachi dake? Yes. Only friends? Yes, only friends. Okay. All right. Very good. And you say you went to Vancouver, Canada, right? Okay. What is your best memory in Vancouver? My best memory is that I went Stanley Park. Stanley Park is so big, nature park. Yeah. So it's very good. Yeah. Wow, that's interesting. So nice. Oh wow, that's very good. Okay. Do you have any messages or any message to Japanese people, foreigners? Any message? Even in Japanese is okay. Okay. I think Canada is like Japan, so I recommend if you guys go want to foreign country, I recommend Canada. Oh, you recommend Canada. Wow, Canadians will be very happy to hear that. All right, thank you very much. Okay, all right. So, the other person is... what's your name? My name is Madoka. Madoka. Nice to meet you. Nice to meet you too, Madoka. Okay, Madoka, which countries have you been to? I have been to Peru and Mexico. Oh, Peru and Mexico. Okay, so for how long did you stay in Mexico? In Mexico, I lived 1 year to study agriculture. Oh, you lived for 1 year to study agriculture.
Wow, that's interesting. Okay, so where did you live in Mexico? Where? Which place? Oh, where? Yeah. Okay, I went to Ciudad de México, no, Mexico City. And Mexico City and Chiapas and Oaxaca and many places. Many places. Okay, so you studied agriculture, right? Right, yeah. Okay, so if you lived for 1 year, that means you can speak Spanish, right? Yeah. Okay, anyway, I will ask you to speak some Spanish after our interview, okay? Okay. All right. So, what's your best memory in Mexico? What is your best memory? A best memory? Just a moment. My best memory is trip in around Mexico. ¿Cómo se llama? ¿Nati está lindo? Ya, Mexico no tocó lo de Iroro Lucosano. Ato, I could get many friends. Okay. They are very kind. Yeah. So I can play with that around Mexico. Okay. To go to. No! Oh, 旅行でちょっといろいろはい行きました。また行きたいですか？ああ。Okay. So what's the name of your college? College? You went to college, right? Ah, okay. My college is in Mexico. Yeah. La Universidad de Chapingo, the University of Chapingo. The University of Chapingo.Chapingo. Yeah. Okay. So, what do you think? What do you think about Mexican people? Mexican people? They are very kind, but food, spicy food.Almost food is very spicy. I surprised. So that means if you don't like spicy food, you'll be in trouble, right? I like spicy food, yeah. But sometimes I want to eat.Japanese food. So, if you lived for 1 year, that means you are making your own Japanese food sometimes, right? Sorry? たまに自分の日本の食べ物作りました。Of course. Every day I make Japanese food. Okay. All right. By the way, okay. What's your favorite Mexican food?Almost Mexican food. I like almost Mexican food, but I. 特にってなんて言うんだったっけ？特に。これが一番好き。My best favorite food is. My favorite Mexican food. Sorry. It's okay. I can speak Spanish, but.Now I don't speak English. Okay. My favorite food is okay, tacos. Tacos. Okay, that's so nice. Okay, now you said you can speak Spanish. Yes. Okay. 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 All right. So, please give a message to the Peruvians and Mexican people in Spanish. In Spanish? Yes. Here you are. En serio? Okay. Hola amigos, me llamo Madoka Bueno. Yo estuve estudiando en México un año. Por eso yo puedo hablar español un poquito. So, mensaje.
Okay. Yo. Siempre yo quiero volver a. Ah, gracias. siempre yo quiero ir a México y Perú porque yo me gusta su comida y amigos y todos yo me gusta por eso yo voy a ir a tus casas no sé perdón yo tengo que estudiar español mucho gracias thank you dude. That's so nice. So guys, let's ask everyone to subscribe to Masunga John. Okay. Jumbo. Konnichiwa. Jumbo. Maganda hapon. Dear mama na baba. Okay. Tonight I have a friend here. What's your name, my friend? Hiroki. Hiroki. Yeah, Mr. Hiroki is here with me tonight, and he wants to know how to do a live stream. So, by the way, you have a YouTube channel, right? Okay. My friend is not good at English, but because I can speak Japanese, so I'm going to speak with him. In Japanese. あの、YouTube チャンネル持ってるですね。はい、持ってますね。うん。で、あなたの YouTube チャンネルの名前は何ですか？アリチャンネル。アリチャンネル。あ、どういうことやってるんですか？っていうの、替え歌？いやー、なんだろう。替え歌？私の友達あなたのチャンネル教えたことあります。で、YouTube 始めましたの時、歌いたいですね。ああ、ファーストタイプ、それ一番最初の、僕のムービー。うん。ムービーやった。一番最初の。が YouTube 始めましたでしょ。それを聞いた。それ良かった。もちろん良かった。だから今まで覚えてる。ありがとう。YouTube 始めました。とっても良かったです。ありがとうございます。本当もしタレントだったらタレントがあります。いやいや、僕のチャンネルはまだ30人ぐらいしか登録者もいなくて。なんで？人気がないというか誰も見てない。そんなことない。私、あなたのチャンネル見るととっても人気があるんです。人気出るといいですけどね。なんで30人、今までなんで30人と思って るの。なんででしょう。全くわからないね。全くわからないでしょ、ね、みんな見つけてくれないね。私も始まった時さ、日本人のさ開いてくれないでしょ。見つけてくれない。見つけてくれないんじゃなくて開いてくれない。だってあなたは歌をすごくうまい。そうですか。もちろん私はアフリカの人だから全部分かった。あなたはとっても歌を上手な人です。ありがとうございます。だけど、日本人さ、分かってくれるまで多分、You have to struggle a lot, struggle, struggle, struggle. で、私の YouTube チャンネル分かるんですよね。見たことあります。はい。どういうことを見たことありますか？たくさんね、日本なら
アフリカの料理、さっきの、ほら、日本の街の紹介、ジャンたくさんのジャンルがあるでしょ、ですごいたくさんのムービーもありますよね、で僕なんかよりもたくさんみんな見てて、ジャンルはわからないけど、日本でいろんなものを何でも動画にされてますよね、あの今は多分世界が変わるかもしれない、あの昔さ一つジャンル例えば歌う人歌うだけ、他のことは分かんない、それはダメ、私によってダメです、一人いろんなことが分かるんだったら YouTube に出した方がいい、どう思う？あ、何でも、何でも、そうだね、僕もこれからいろいろやりたいなと思うんですけど、本当は僕は YouTube 始めたのは今年の夏、なぜならあのパンデミックで仕事も暇でやることなかったから始めて、本当は僕の趣味は旅行とか、だから本当は海外の情報とかをチャンネルで紹介したいんだけど、今は行けないでしょ、で最初カメ替え歌を始めたんだけどね、それは、いいことです、あのそれを話して私になんか嬉しいです、あの旅行好きですか？好きですよ、私はアフリカの人なんですけど、ね、アフリカはどこ行ったことありますか？わアフリカはケニアでしょ、あなたの国のタンザニア、チュニジア、ナミビア、エチオピア、南アフリカ、ぐらいかな。すごいね。じゃあ、あなたは絶対アフリカ大好きでしょ？好きです、好きです。ありがとうございます。I want to shake hands with you, man. You are a good man. ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスは関係ない。だってタンザニアは、知ってる？タンザニアはコロナないよ。ないよ。本当？ない。タンザニアの大統領は誰？タンザニアの大統領、何だっけ？私の名前だよ。ジョン・マンデラじゃないよ。なんだっけ、ジョン。忘れた。ジョン・マンデラ。何でしたっけ、忘れましたね。日本人はほとんど、多分ジョン・マンデラ。それはまあそれはそうだけど、僕も見たことあるけど、日本人に多分100人に聞いて、多分一人も答えられない。タンザニアの大統領。面白い。面白い。じゃあそれは違うの、分かる。何だったっけね。ジョン・ポンデ・マグフリ。マグフリ。覚えられないね。多分これ見てる人も、マグフリさん知らない。絶対。ですけど、マグフリが、マグフリさん、めっちゃ強いアフリカで。大統領、全部オールアフリカで。そう。めっちゃ強いです。そんなにめっちゃ強い。だから私も強い。なんでだって、タンザニア全員強いってこと？大体その時のよくわからないけど、わからないでしょ。でもコロナは少ないんだ。ない。本当にタンザニアはコロナない。日本どう、もしかしたら間違ってニュースが伝わってるかもわからないけど、日本人があのアフリカですコロナが少ないのは情報がないからだと思ってる。そんなことないの。本当に少ないの。とりあえずジョン・ポンデ・マグフリはめっちゃ強いアフリカの大統領です。僕聞いたことある。マグフリさんって、
そのコロナが広がった時に、僕の知ってる情報だと、この他の例えばヨーロッパとかはロックダウンとかしたでしょ、うん、そうじゃなく経済を止めないように指導した人だと思ったんだけど違う、うん、それもあります。でもあとは分からない。ここが頭いいでしょ。頭いい、うん、だよね、うん、だからジャルボン・マグフリのこと、うん、分かってるだから、うん、ありがとうございます。じゃあ今日はさ、はいはい、あのライブストリームやってるでしょ。僕はやってないですよ。 やってない、うん、やってない。じゃあライブストリームのやり方分かりますか。いや、なんとなくは分かってるんだけど、やったことないから今こうやってやるって言ったらちょっとよく分からないんで、逆に教えてほしいですよ。教えてほしいんですけど、はい、多分今知りたい、うん、じゃあとりあえず、はい、今日は今日はライブストリームのやり方ちょっと教えてあげます、はい、あの一回は一応これ、うん、これが自分のチャンネル、これね、はいはい、でこれがあなたのチャンネル、今これは英語なんですけど、うん、Your channel、 Your channel に入って、で Your channel に入った時ここがI don't know if you can see it、 ここが Just zoom it、 ここがプラスがあるね、はいはいはい、真ん中にね、はい、真ん中でプラスして、うん、でプラスしたらがここがCreate a shot か Create a post、 日本語と英語ちょっと違う、ここが Go Live 言ったら、ああ、なるほどね。じゃあ日本語で出してみましょうか、うん、お願いします。日本語だとチャンネル入って、それだね、うん、面白い。あ、で、英語だったら Go Live 真ん中、ピン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 のなところ、うん、あれどうだ、ちょっと待ってね、設定まで終わってなかったの、うん、登録してるこれね、今日僕 iPhone 変えたんで、うん、あー、ニュー iPhone なんですよ、新しいフォンだ、本当今日買ったばっかりで、うん、まだそれはいいよ、いいよ、また、うん、まだ今度ね、今度教えてあげるなんですけど、うん、うん、今度教えてあげる、はい、で、うん、ここが Go Live 押して Go Live、 はい、うん、Go Live がここ。ああ。で、Go Live がここなったら、自分のタイトル、何のタイトルがやりたい。例えば、Japanese Teachers とか、ね。ここ書こう。ね。例えば、Teachers。T、T、T のことだけ。で、ここ気をつけて。パブリック言ったら、はい、世界で見える、あ、全員ね、はい、だけど今みたい教えるだけでしょ、うん、これがパブリックじゃない、アンリステッドでいい、アンリステッド、これアンリステッドが教えてるだけ、あ、教えてるだけ、はい、そうそう、今教えてるだけ、うん、それでここ下にいて、ロケーションとか関係ない、いらないいらないいらない、 Can you see? ロケーションとかいらないいらない、オーディエンスはどういう人が見る、
どういう人、ここが子供見るか子供見ない、子供見るはダメです。私の言ってることは絶対子供見ないでしょ、うん、No, it's not for kids ね、yeah. で、ここができたから NEXT で、NEXT 言ったらこれパンパンパン、今は撮られたよ写真、うん、その写真が私の今の YouTube チャンネルだけど、私が本当はスケジュールが良かった、スケジュールしたら後で、あ、なんかいつか、ね、今例えばこうやったら Go Live もう今始まる、始まる、これが始まる、ロテッド、ロテッド、ロテッドしたら始まる。ジャンボ、こんにちは。ハロー。マガンダパプル。マティラマナマナ。It's me. パソンガジャンインダ。Today I'm going to film a simple video about Japan. You know, Japan has changed a lot. Has changed a lot. 10 years ago.English-speaking people are very good in Japan, but it has changed a lot. So today I am in Tokyo streets. I'm going to challenge. Okay, I'm going to challenge English. So it's English challenge. I'm going to challenge some Japanese in the streets of Tokyo.英語の話せる日本人を探しています、うん、一応もし自己紹介だったら、あ、すみません、まあ、とりあえず英語で自己紹介できますか。 I am Tomoya. 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 And Kaito. Kaito? Yeah. Kaito. I'm from Japan. Okay. Kaito. You're 20. Okay, and? Yeah, same age. Same age? Wow, you look handsome, guy. You're so handsome. By the way, you look like... Are you Hollywood stars? You look like Hollywood stars. Okay, Justin Bieber? Really? He's Justin Bieber? Yeah. Oh, look. He likes Justin Bieber. Okay, he likes Justin Bieber? He likes Justin Bieber. Oh, okay.By the way, okay. So, how about you? Who is your favorite Hollywood star? Hollywood star? Hollywood star. Johnny Depp. Johnny Depp? So, you like Johnny Depp? I like Johnny Depp. And he likes Justin Bieber. Yeah. By the way, have you met Justin Bieber? Of course. Two months ago. Huh? 2 months ago. 2 months ago? Yeah. Where did you meet him?Where? Oh, yeah. In Tokyo. In Tokyo? Yeah. Do you have any pictures? Do you take any pictures of course, of course. Really? You sure? You want to show me? Yeah. Oh, really? Okay, no problem. By the way, what's your favorite sport? My favorite sport? Soccer. Yeah, soccer. Football. Football, soccer? Yeah. We used football player. You used to play football? Yeah. All together? Yes. Have you ever been to any other country, I mean foreign country? I have been to Brazil. Brazil? And Australia. Australia? Wow, you went to play soccer there? Brazil.Brazil, you went to Brazil. And how about you? Spain. You went to Spain? Yes, Spain. Yeah. Wow, that's amazing. How long did you stay in Spain? In Spain. Spain. Yeah. 2 weeks. You stayed for 2 weeks? 2 weeks. Yeah. How about you in Brazil? How long did you stay there?
1 week. Approximately 1 week. 1 week. So, as you can see, guys, you see, I just met these guys here, and I tried them if they can speak English. You can see they're flowing okay. They're flowing like the natives. They're very good at English. You can see that the young generation, or the young Japanese generation is, well, trying hard to speak English now. They're good at English. So, let me ask some few questions. If they can translate some Japanese sentences into English. Okay. Hi. Tomoya. I'm starting with you. もし明日晴れたら洋服洗います。Okay? Okay. If it's sunny tomorrow, I wash my clothing. Oh! You see? He said, if it's sunny tomorrow, I wash. I will wash my clothes. See? That's nice! It is great sentence. Very nice. I wash the...My clothing. You will wash your clothes. Very good. Okay. It's turn. Okay. I'm nervous. Justin Bieber wa ichiban suki na. Ichiban suki na musician. Justin Bieber. I like number one Justin Bieber musician. Huh? One more time. My favorite artist is Justin Bieber. Yeah. Wow! You can see they are good at English. Okay. Yeah. It's your turn. Ashita wa 9時まで寝ます。9時まで寝る朝。I will sleep. Okay. I will sleep until tomorrow.I will sleep until tomorrow. 明日は9時まで、明日は9時まで、朝の9時まで寝ます。明日は朝の9時まで。とりあえず、tomorrow? I'm going to sleep. 9時まで。9時までは Until tomorrow. すごい、素晴らしい。もう一回。Tomorrow? I'm going to sleep until 5. I'm going to sleep until 9 tomorrow. Until 9 tomorrow. いいね。すごい。ダメではない。全然いいです。すごい。はい、OK。私はジャスティン・ビーバーに似ています。I look like Justin Bieber. Look like? I look like Justin Bieber. Ate mas. Correct? Yeah, it's correct. Wow. Very nice. Okay. Next. Tokyo wa totemo ii basho desu. Tokyo is a good place. Oh, yes, Tokyo is a good place. Easy. Thank you for watching and please subscribe. It's Masunga John and bye for now.